皆さんこんにちは、しくじり先生の二宮です。ということで今日はね、しくじり先生企画ということで、動画をねちょっと配信してみたいと思います。まあいつもはねちょっとこうまあ中学受験のお話なんで少し硬いお話になっちゃうことも多いんですけど、できるだけね僕はあんまり硬いお話はしたくないなってもともと思っていて、仕事中ねスーツ着てるんですけど、あえて撮影の時はねこうやってこう着替えて撮影しているのも、こうスーツ着てる人がねこう喋って、自分のね自分でスーツ着てる動画をこう自分で見た時にどうも堅苦しくなっちゃうなっていうのがあったのでね、あえてまあ失礼にならないようにとは思ってはいるんですけど、こうねちょっと着替えて撮影をしてるのもちょっとリラックスしてね聞いていただきたいなっていうふうな思いがあったりするので、今回ねちょっとそのしくじり先生企画っていうことで、僕自身のね実際にあった恥ずかしいお話にはなるんですが、事実のお話をねお伝えさせていただいて、僕みたいにはなってほしくないなっていうことでこの動画をねちょっと作ってみたいと思います。で今ね僕事実っていう話というか、事実って自分で口にした時にちょっと思い出した話があるので、一つその前にちょっとしてもいいですかね。結構ねちょっと前の話になるんですけど、家でねこう息子がねこうスマホを見てたんですよ。で僕がこう向こう側からこう見てる状態でこう隠すようにねこうスマホを見てるんですよね。で何してんだよっていうふうに聞いたら、確認してるっていうふうに言うんですよ。で何確認してんだと思ってこうパッてねスマホを見たら、僕がね書いてるブログをこう読んでたんですよ。で、はぁと思って何確認してんのって聞いたら、事実が歪曲されてないか確認してるっていうふうにね、そんなふうにね言ってた時がそれありました。まあ息子に聞いたらね、事実は歪曲されてないということだったので、僕のブログをね読んだことある人いらっしゃれば本当のことがあれ書いてありますからね。で今日もこのしくじり先生話に関しては、恥ずかしいお話であってもね事実をちょっとお話しさせていただこうと思いますので、まあ気楽にね聞いていただけたらと思います。ではね早速ちょっと行ってみようと思うんですけど、一つ目のねしくじりに行きます。一つ目ですね、私二宮は家庭学習を行っている時に息子のことを怒りすぎて家庭崩壊寸前になったことがあります。まあこれはね中学受験あるあるなんじゃないかと思うんですよ。よく聞く話ですよね。で実際ね僕も同じで、子供のことをねすごい怒ってた時がありました。まあ家庭学習その時こう成績を上げていかなきゃっていうふうに家庭学習をやっていた時だったので、自分自身にもねこう余裕がなかったっていうのもあるのかもしれないんですけど、まあ怒ってもね何にもいいことがないので、今ねこう自分も私もだよってもし思った方がいたら、怒るのはこうやっぱりねやめた方がいいとは思います。で僕の場合はねどんな風に怒ってたかっていうと、まあこうまずこう問題をね間違えてしまうっていうことに対して結構怒ってしまう時があったんですよね。で家庭学習ってその勉強をね算数であれば解けない問題解けるようにしていこうっていう風にやるのに、そもそも解けない問題があってね当然なんですけど、その解けないことに対して怒ってしまう。それと例えば前回の動画ねこう古いテキストを引っ張り出してきて同じ問題を解くっていう風にやってた時も、僕にとってみれば僕なりの理由があってね、こういう風にこう家庭学習を進めていこうっていろいろ頭でこう考えた上でこうやってるこう家庭学習のまあカリキュラムというかこう進め方があったんですけど、最初ねこう息子にこうなんでそういう風にするかってことを説明しないでやってたので、息子としてみればねこれ前も解いた問題なんだよなっていうやっぱ疑問がねどうやらあったらしいんですよ。だから最初、これやるの？でもこれ前やってるよねみたいな、いやでもこれ解かないと始まらないからこう解くんだよみたいな形で、でもこれやってるんだよなーとか、この問題もやるの？とかっていう風にねずーっと言って、子供が反発する、僕がそれに対して怒る、子供が反発するって僕が怒るっていうねこの連続だったので、まあね成績なんか上がるわけがないんですよ。そんな状態で上がるわけがないのにこうねそんな状態がねうだうだしてまた怒るって、まあ、結局怒ると怒り癖がつくんですよね自分の中で。ちょっとしたことでね怒りたくなっちゃうんですよ。困っていう気持ちがこう出てきて、やべやべ抑えなきゃってこうね途中気づいてからはやるんですけどね、怒るとね癖がつくんで、まあ、怒らないようにこうしてった方がねいいと思います。でさっきのその同じ問題に関してはね、こうなんでこういう風にやってった方がいいかっていうのはこういう風な、ね、理由があるんだよっていうことを説明してねやればね、こう解くようになっていったかなっていうふうに思ったりもするので、まあそういう意味でもね、
ちょっと進め方とかね、まあ、うまく子供と情報を共有しながらね、家庭学習進めていくっていうことをしていくのが、まあいいのかなっていうふうな一つですかね。で、その今、ちょっとその時ね、当時、息子はいつもね、でもでもってこう、でもでもって言ってたんですよ。だから僕はいつもね、でもは国会でやれっていうふうにね、言うのが口癖だった時があります。まあ、何の話だよねんっていうことなんですけどね。きっとそういうね、こう、不毛な時間を過ごすっていう時間が同じようにある人がいたら、決してね、そこはやめてほしいと思います。まあ、お父さんあるあるなんですかね。お母さんだとしたらそういうことないのかもしれないんですけど、まあ、よくその中学受験漫画とかでもね、お父さんは怒る。お父さんはなんか急に参戦してきて、成績が悪いのはあだこうだとかって言い始めるってね、ぐちゃぐちゃになるっていう役を務めるのがお父さんなので、実際僕もね、そういう時期があったので、まあ、お父さんはね、僕が言うのもなんですけど、参戦しない方がいいかもしれないですよね。だからお母さんがね、できるだけお子さんを守ってあげて、うまくね、家庭学習が進められるような、環境づくりをね、していただけたらと思います。ということで、二つ目にちょっと行きますね。二つ目。私、二宮は、中学受験に関する情報収集があまりにも不足しており、受験直前に知ったこと、受験が終わってから知ったことがたくさんある。これはね、あってはならないことだと僕は思ってるんですよ。特に今振り返ってみると、絶対ありえないなっていうふうに自分でも思うぐらいにしくじり先生なんですよね。で、中学受験に関する情報ってね、すっごいいっぱいあるんですよ。いっぱいあるんですけど、こうネットとかでね、こう収集してるだけだと、拾いきれないぐらいに大事な情報って実はね、いっぱいあるんじゃないかなって僕は思ってるんですね。で、そのことを受験前にこう知らないことがね、いっぱいあったんで、まあ、いくつかちょっとお話ししようと思うんですけど、例えばね、息子がこう受験した学校がね、いくつかあるんですけど、そのうちの二つ、僕実は、学校説明会とかね、学校訪問って行ってないんですよね。二つもですよ。これは、まあさっきと同じ言葉になっちゃいますけど、ありえないですよ。で、なんでね、そんなことが起きてしまったのかっていう話をするとですね、例えばその受験に対して、例えばスケジュールですね。2月の、まあ受験校が東京あって、その前に1月に埼玉と千葉っていう風に受験あるんですけど、まあそのスケジュールをね、こうどういう風に組んでいこうかっていうことを、ある程度想定はしていたんですけど、実際その、なんていうのかな、その計画で行くよっていう風に考えた時に、それで大丈夫かなってね、急にこう、いろいろ調べ始めたりっていうことが始まってしまったんですね。なかなかね、難しい面があるんですけど、そういったことはね、僕自身はやってしまったんですよね。で、受験に関するお話で言うとですね、例えばその、特にさっきの1月校で言うと、堺東っていう学校が埼玉あるんですよね。非常に有名な学校。で、なんで有名かっていうと、受験者数が非常に多いんですよ、この学校は。まあ、6000人を超える受験者数が、毎年いる学校なんですけど、この学校がね、なんで6000人も受験するのかっていうことを僕は知らなかったんですよね。今思えば、まあ、これもありえないなーっていうふうに思うんですけど、例えばその堺東、まあ、もちろんお試し受験っていう意味合いもね、強い、イメージはあると思うんですけど、その他にもね、その学校を、受けて、まあ、合格した後に、なんていうんですかね、合格をこうキープしておく金額っていうのを大体の学校、払うんですよね。まあ、2月の、結果が出るまで、入学するかしないかの返事をちょっと伸ばしますっていうものなんですけど、それはね、堺東っていう学校はね、お金がかからない学校なんですよ。まあ、それもあってね、受験者数が多いと思いますし、あとね、その学校は受験すると、成績、要は取った点数とか順位っていうのもね、発表されるんですね。まあそれはある程度その多い受験者数の中で実際緊張してるね、この試験っていうか入試の試験の中でどれぐらいのね、位置にいるのかっていうことをある程度こう目安になったりもするので、まあそういった意味合いで受験する人が多いっていうのもあると思うんですけど、僕はね、それ知らなかったんですよね。その点数が出るとか順位が出るって、え？点数出んの？みたいな。それもね、今は、なんでってありえないね、本当にありえないとしか言えないんですけど、そういうぐらいにね、僕は情報収集が本当に甘かった人間なんですよね。で、ついでにその堺東っていう学校でね、もう一つその通常のと違って、
東大の特待クラスっていうね、あの入試があるんですよ。まあ、まあ、ありますよね。で、あの、この学校のね、その入試って結構特殊なんですよ。で、何が特殊かっていうと、入試の問題がですね、国語と算数が150点満点で、理科社会が75点満点なんですね。で、点数の差が非常に激しくついてるんですよ。75点と150点なんで、倍といえど、75点差分があるので、ある程度ね、国語と算数で点数が取れれば、合格が見えてくるんじゃないかっていう試験になってるんですよね。で、逆に言うとその国語と算数で大きく落ち込んでしまうと理科社会でも挽回はできないんですよ。75点も差があるので、あの、そういうね、あの、配点になってるっていう入試なんですよね。だからある程度国語と算数、国語と算数っていう風な形を取れば、まあ見えてくる学校なんですけど、で、逆にもう一つね、別のパターンで言うと、同じくね、受験者数が多い千葉県に市川中学っていう学校がありますよね。で、この学校は国産リーシャーがね、100点ずつの配分なんですよ。ぴったり100点ですね。だから、あの、4科目のバランスがね、しっかり取れていれば、おそらくね、合格が見えてくるんじゃないかなっていうテストに、の、あの、点数配分になってます。まあ、国語と算数でちょっと、ミスが出てしまったっていうのも、同じ100点満点なので、理科とか社会でね、点数を取れれば、その分ね、あの、4科目の合計点数として、合格の可能性はね、まだ最後まで残りますよっていう入試になるんですよね。まあ、例えばその、2つの違い、まあ、極端な差になりますけど、入試ってね、そういう差があって、そういうものなんですよっていうことを、僕はね、直前になって知ったんですよね。例えばその、まあ、直前じゃなくてもそうなんですけど、成績上げて、成績上げて、成績上げてとか、偏差値、偏差値、偏差値っていう風に、頭がね、働きすぎてたんだと思うんです。で、子供はね、全然いいんですよ、それで。もう成績上げようか、成績をこう上げたいなとか、偏差値もこれぐらい取りたいなって言って専念してもらうのはいいんですけど、親としてみれば、例えば同じ偏差値であったとしてもね、入試の問題でそれぐらい点数配分がこう、それぞれの学校でついてるので、自分の子供にとってみれば、この学校は非常に合うのかもしれない。まあ、例えば算数が得意で、社会が苦手ってなれば、社会のね、点数配分の満点がね、結構比較的小さい学校、少ない学校であれば、その影響はね、受けにくいですし、逆に社会の点数が結構ね、さっきみたいに100点、100点、100点ってなると、社会もしっかりやらなきゃって風になってくるんで、親はね、結構そういう入試の問題に対して、子供にね、それ合ってるのかな、合ってないのかなっていうことは結構ね、やらなきゃいけなかったんだと思うんですよ。で、これはね、まあ今6年生の親御さんだったらね、そういうとこ見てる方ももちろんいらっしゃると思いますし、大半の方が見てるんじゃないかと僕は思ってはいるんですけど、3年、4年生の親御さんとかだったら意外とまだまだね、そういうとこ知らなくて、もしそのまま知らないままね、まだ入試先だしなんて思ってると、僕みたいにね、今、しくじり先生になっちゃうかもしれないので、早めにね、そういうところは、どんどんチェックをね、していく方がいいと思います。最後に同じようにちょっとね、入試絡みの話をしてみたいと思うんですけど、こう、イメージとしてね、僕自身は、その入試が、例えば、まあ、2月1日が本命校だったとした場合にですね、だんだん、こう、勉強をこう進めていった成果がこう、積み重なっていって、過去問をたくさん解いていって、ようやく仕上がって、入試をね、迎えるっていうふうに僕はイメージしていたんですよね。だけど実際は、全然そうはならなかったです。おそらくほとんどのね、受験生がそういう状況になるんじゃないかと思うんですけど、実際はね、12月が過ぎて1月になったら、さっき言って埼玉、千葉ってあって、で、東京って行くと、バタバタってなんか気づいたら入試が始まって、そのまんまの状態でね、本当に本番迎えて、はい、合格か不合格かっていうような感じで流れがね、進んでいってしまうんですね。で、例えばその極端なお話を言うとですね、男子で言うと、こう、開成中学と麻布中学ってありますよね。まあ、難関校というふうに言われている学校になりますけど、まあ、ここの学校を受ける、それ以外の学校にしてもそうなんですけど、入試の問題っていうのは結構ね、比較的難しい問題が出ます。で、合否を分けるための問題なので、本当ね、ギリギリのラインで、こう、勝負していくっていう感じになるんですけど、例えばね、もう、その、開成麻布っていう受ける子だとすると、直前でやるね、サピックスオープンって、まあ、もしありますよね。直前でこう、連発でダーッと、もし、サピックスオープンってあるんですけど、実際ね、
まあ、サピクソン群って難しい問題が出るんですよ。6年生の後半に出る問題なので、非常に難しい。まあ、親から見てもめちゃくちゃ難しい問題が出るんですけど、まあ、改正とか麻布受ける子っていうのはね、結構点数取るはずなんですよ、この模試では。まあ、400点とか450点とかっていうね、8割、9割っていう、正答率というか、持って、本番に向かうっていう感じになるんですけど、実際に入試の問題はどうなってくるかって、例えば改正で見るとですね、まあ310点満点なんですけどね、85、85、70点、70点っていう配分で310点満点なんですけど、まあどれぐらいがラインになるかっていうと7割から7割5分がやっぱ目安になってくるんですよ。普段こう8割とか9割とかね、そういう模試で点数取ってる、まあ9割正解したら、きっとね、あ、できたっていう確信はあるんじゃないかと思うんですけど、そんな子でさえね、こう8割取れるか取れないかっていう問題になってくると、できたっていうね、こう、できたとはやっぱならないんですよ。できたと思うみたいな、そんな感じになってくるんで、非常にね、よーし、これで準備できたぞって言って入試に行くっていうことにはね、ならないっていうのは、ね、ちょっと知っておいてもいいとは思います。まあ僕は知らなかったですよ。で、ちなみにもう一個の、その、麻布中学っていう学校で言うと、もっとすごくて、まあ、満点がね、200点満点なんですよ。60点、60点、40点、40点っていう配分で、200点満点なんですけど、今年の、最低点、まあ、合格者の最低点が100点なんですよね。ということは、まあ、受験者の半分以上は、100点取れないんですよね、4科目で。それぐらいに難しいのは、要は、こう、200点のうち100点なので、まあ、50%、5割取れれば、まあ、5割ちょっと取れればっていう状況ですけど、まあ、文字でね、こう、高得点取ってたとしても、実際、過去問から続く、入試問題では、まあ、5割を超えるラインが目安になってくるってなると、問題はね、やっぱ、すごく難しいので、できたーっていう感覚で本番を迎えるっていうふうには、なかなかね、なっていかないと思います。過去問解いてるとね、実際こう、なんとか合格者平均点届いたかな、なんとか合格者平均点届いたかな、で、なあ、まあこのペースで、まあこんな感じで本番も迎えてくれたらいけるんじゃないかなっていう、そういう感じでしたね。だから非常にね、ほんと中学受験とかってこう入試っていうと仕上がってっていう感覚を僕持ってたのは何だったんだろうなっていうぐらいに現実は結構違ってたんでですね、まあ、そのあたりもね、まあ、特に今年6年生今やってる方に関しては、この後秋以降ね、過去問解いて、そうやってね、志望校に対策をして、きっとね、こういう風にいけるんじゃないかってイメージがある、今イメージしてる人いるかもしれないですけど、結構ね、ギリギリのラインで本当に進んでいく、ギリギリの勝負っていう感じになってくるんで、そこはね、あらかじめね、こう、心の準備というか、しておいていいと思います。まあ、お子さんに関してはもう点数取るだけなんで、もうそこだけにね、集中してもらって、親御さんの方でね、できる情報は仕入れていく。まあ、ほんとね、中学受験の情報って、めちゃくちゃあるんですよ。ほんとね、ちなみにしくじった話もっといっぱいあるんですけど、あんまりね、話するとちょっと3時間番組になっちゃうんで、ちょっと短く、このあたりで終わりにするかもしれないですけど、中学受験の情報はね、ほんとにできるだけたくさん、収集して、調べられるものは調べた方がいいと思いますし、行ける学校があればどん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 ね、学校訪問とかも行った方がいいんじゃないかなっていうふうに僕は思っています。まあその受験する予定もないしとかっていう学校もね、行くことに全然意味はあると思うので、さっきみたいにね、途中からやっぱり候補に上がってくるとかっていうこともありますので、ぜひね、中学受験の情報に関してはどん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 ね、収集してみたらいいんじゃないかなと思います。特にその僕みたいにこう初めての中学、親として初めての中学受験としてやってる方もいれば、例えばもう長男の中学受験が終わって、長女の中学受験が終わって、今3人目の中学受験に向けてやってますっていうご家庭の親御さん。まあ、初めてっていうと、この情報の持ってる量の差って、ものすごい量の差があると思うんですよね。で、その差はどこにこう繋がっていくかっていうと、そのお子様にやっぱりもちろん、関わってきますし、そのお子様同士が一緒にね、入試受けるって思えば、できるだけね、やっぱ情報持ってた方がいいかと思うので、僕のね、まあちょっと恥ずかしながらも、ちょっとしくじり先生話としてね、今日お話をさせていただきました。本当にね、僕みたいにはなってほしくないなっていう思いで、今日はね、お話をさせていただきました。まあさっき言ったようにね、他にもいっぱいあるんですよ。で、もしね、今回の動画、なるほどなってこう思っていただけた方がいらっしゃったら、ぜひね、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それとね、高評価ボタンを押していただいて、そのね、この動画によってね、チャンネル登録増えたなとか、いいねボタンが多かったなっていうことであれば、まあ、第2回が、
開催される、開催されるじゃないですね。第2回のしくじり先生話が、できるかもしれないです。まあ、あんまり評判悪かったらね、ちょっと動画、まあ、消しはしないですけど、1回でね、このまま終了していく、お蔵入りになっていくかもしれないんで、ぜひね、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それと、本当にね、高評価ボタン、お願いいたします。はい。で、まあ、次回ね、また別の話、ちょっと次回どんなお話するかって全然今の段階では決めてないんですけど、またね、中学受験に関する情報、お話ししていきたいと思いますので、また次回の動画でね、お会いしましょう。バイバイ。受験合格。